同じ単語で形容詞と副詞 <music> はい、つみえや,やき、こんにちは大西です。今日も型の応用を一緒にやっていきましょう。連日、副詞に注目していますね。副詞というのはどんな品詞でしょうか。副詞は飾り専門なんですね。文章の中で柱にはなれません。飾り専門なんですね。 え柱というのは何かっていうと五文形の柱になる単語のことですね五、えー、文形をおさらいすると SV SVC SVO SVOO SVOC、SV C、S、S S、この5つの形文章の形ですね英語の文章というのは基本的にこの5つの形に収まるわけですねそしてこの五文形を作るそれぞれの柱が S と V と O と C ということですね4要素になりますはい、S。 主語ですね。主語は必ず名詞です。そして V、動詞ですね。そして O は目的語。これも必ず名詞です。そして C、保護。これは形容詞と名詞とあります。要は英語の文章というのは基本的に 5つの家の形があってそして4つの柱で作るわけです。5つのお家の形を4つの柱で作るというものなんですよね。はい。で、これで福祉というのはどこに入るかというと福祉は柱にはなれないんですね。飾り言葉なのでお家で言うと柱にはなれないんだけど壁紙とかカーテンとか、えー、ランプとかそういった人によって 個性を出せるもの彩りを加えるものになるわけですねなくても家としては住めるけどあると素敵っていうものなわけですねそんな感じですでは今日はですね形容詞と副詞で同じ単語があるのでそれを集めていますいつものように例文の中で理解をして日本語を英語にしていきましょうそして最後10回ずつ音読することで今日の知識を自分の体内に入れてしまいましょうねはいでは行きます Number one, 意味としては、組の仕事はとっても大変ということですね。はい、文法を解説します。組のジョブ、このアポストロフィー S、チョン S というのは人の所有ですね。組の仕事という意味ですね。はい、それが Very hard。この hard はきついとか大変という形容詞ですね。SBC 文系です。S イコール C ですね。お仕事が大変なわけですね。 この very っていうのはとってもっていうことでこの hard を強調してるわけですね。はい、very は副詞です。形容詞を強調していますね。はい、では下。組 works very hard。意味としては組は働いてるよ。とっても一生懸命という意味ですね。この hard は副詞です。一生懸命という副詞。先ほどはきついっていう大変っていう形容詞だったんだけど、今度は一生懸命にという副詞ですね。 はい。一生懸命働くにかかりますよね。これは福祉なわけです。はい。この very は福祉も飾ります。very 自体は福祉なんですが、副詞は名詞以外は全部飾れるので、形容詞を飾ったり、副詞を飾ったりしますね。はい。この works の s は三人称単数、現在の s ですね。主語が i でもなくて、u でもなくて、他の誰か一人か一つが主語の時、動詞に s をつけるよっていうルールですね。はい。このように同じ単語で、 形容詞と副詞とあるやつがあるんですね。昨日ご紹介したのは形容詞に ly、e y リーをつけると副詞になるのが多いよっていう話だったと思うんですがこのように形容詞と副詞が全く同じ単語っていうのもあるので覚えておかれるといいですね。はいでは作っていきましょう。No.2。Ken は足が速い。とりあえずご自身なりに言ってみましょう。はいではまず Ken is a fast runner. ということができますね。はい、解説しますね。はい、c a n が主語、B e 動詞、a fast runner が、えー、保護ですね。名詞です。はい、この fast は形容詞で名詞を飾ってますね。形容詞は名詞を飾れるんですね。速、えー、い runner わけですね。はい。他にも、c a n runs fast ということもできますね。はい、すると、 ンが主語、ランズが同詞、ファンス、これ副詞ですね。はい、ンは走るよ、速く走るよ。これは副詞になるわけです。同じ単語なんですね。3、okay, バスが来るのが遅かった。はい、言ってみましょうね。The bus was late。っていうこともできますし、The bus came late。ということもできますね。 はい、解説します。上は、the b が主語ですね。B 動詞、late が保護。これは形容詞です。遅いという形容詞ですね。バスは遅い状態だった。つまり遅かったってことですね。はい、下は、the b が主語、ケームが動詞、カムの過去ですね。はい、最後の late は副詞です。遅くという副詞です。遅く来たにかかるわけですね。はい、このように、late も形容詞と副詞が同じ単語なんですね。 OK, for Mr. g r a y に話しかけてるわけですね。まあ、上司かな。できたら早く退社してもいいですかとお願いしてみましょう。OK, Mr. g r a y と話しかけて、はいできたら早く退社してもいいですか ?Could I leave early? と聞くことができますね。解説します。はい。えっ、ー、と、くらいは、can いと同じ意味ですね。 はい。キャンの過去形を使うことで、オブラートに包んだような言い方になるので、丁寧に聞こえるんですね。できたらみたいなノリになるわけですね。できたら、リーブしていいですかと。リーブは去ることですね。だから、出る、退社するってことですね。はい。えぇ、ー、オーはい。ここは、副詞ですね。早く、時間的に早く去っていいですかっていうことになるわけですね。OK, number five. 早すぎてまだわからないよ。今度は、オーリーを形容詞で使ってみますね。 It's too early to tell はいこんな感じですね。まあ、要は時期尚早でまだ内容がわからない判断できないときとかに使うわけです,、ねはい、ですね。はい、これはもう何々すぎてこれこれできないという意味です。early すぎて tell できないということですね。 時間的に早すぎて言うことができない。つまり、まだわからないということになるわけですね。はい、こんな感じで使います。今日出てきたものは、形容詞と副詞が同じ形なわけですね。はい、では言い慣れていきましょう。No.1Kumi's job is very hard.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  Kumi's job is very hard. Next, Kumi works very hard. 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 Works very hard. Number two. Kema Shiga Hayai. Ken is a fast runner. 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 Next, Ken runs fast. 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 Three, the bus was late 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 next the bus came late 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 4 mr. gray, thatado... could i leave early? 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 mr. gray, could i leave early? mr. gray, could i leave early? mr. gray, could i leave early? Mr Gray, could I leave Ollie? Mr Grey, could I leave Ollie? Number five. It's too early to tell. 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 Okay, Thank you for watching. See you next time. Bye.